おはようございます。助産師のシオリーヌです。ということで今回は妊娠8週のつわりと戦うある一日のルーティーン動画を作ってみました。需要があるかわかんないんですがやってみようと思います。ということでとりあえず早朝6時半ぐらいに空腹で気持ち悪くて仕方がなくて飛び起きるところから一日が始まりますね。つくしはまだ寝てます。とりあえず口の中が気持ち悪くて仕方がないので早急にうがいをしに行きます。あ、えずいてますね。ここで何えずきか大概した後に気持ち悪くて仕方がないので急いで何かを食べなくてはと思っています。はい、暗闇の中で手にはみかんと水を持っていますね。とりあえず水を飲んで葉酸のサプリを飲んでいます。割とこう水もねまずくてしょうがないみたいな日があるのでサプリを飲むのもえいっと勇気を出して飲む日も多いですね。そしてみかんを食べ始めます。つわりがしんどい期間でも結構唯一ずっと食べれてるのがみかんで、私この冬だけで4箱箱みかんを開けました。だいぶみかんの存在に救われていましたね。さあみかんをむさぼり食べながら YouTube を見始めてますね。そんなだらけないでもらっていいかな。さあみかんを2個食べて皮を捨てに行って今度はその足でガサガサと袋を物色してさあポテチを持って帰ってまいりました。本当にこうじゃがいもですね、ジャンクなじゃがいもポテチとかフライドポテトとかそういうのも非常に食べやすくてですね、この朝っぱらからポテチをむさぼり食べる生活をしています。さっきガサガサしてた袋にはね買いだめしてるいろんなお菓子が入ってるのです。さあなんとか半分で我慢をしてまたみかんを剥き始めました。この動画先に言っちゃいますけど何回もみかん剥きます。私さあみかん3個目食べ終わりました。これぐらいでなんか朝の空腹による気持ち悪さみたいなものがだいぶ緩和されますね。そして一旦歯を磨こうということでございます。私割といつも食事をとるたびに歯を磨く、1日3回歯を磨く習慣があるんですけれども、つわりがしんどくなってからは本当に1日の中で何回もちょこちょこ食べたり時には吐いたりするっていうのがあるので歯磨きをするタイミングがね完全によく分かんなくなっちゃってますね。さあ一通り空腹を満たしたところでもう一回寝ます。別に早起きしたいわけじゃないのに起きてしまうというのがなんかちょっと悔しくてですね、もっと寝てやるぞといつも思いますね。
そして2時間ぐらいまたうとうとして、もう一度起き上がります。つくしはまだ寝てます。さあ起き上がって、やっとカーテンを開けに行きましたね。カーテン止める紐的なのあるじゃないですか。あれがめんどくさくてね、いつもこの状態で放置しちゃうんですよね。気づいたら大概つくしが閉めてくれてます。そしてまたご飯を食べようとしていますね。プロテインを飲んで、牛乳は割と飲みやすくてね、お水まずい時でも牛乳とかは飲めてますね。そしてこちら、はい、酒。ふるさと納税でね、私酒フレークが大好きなんですけど、6瓶セットをふるさと納税でゲットしましたので、酒を食べようということで、もりもり食べてますね。この時はね、一番つわりがひどいピークではなかったので、まだ米がね食べれてます。一番しんどかった時はみかんと芋だけの時が結構ありましたけどね。さあご飯を食べ終わって、気合を入れて洗顔をしようとしています。私割とこう身支度とかめんどくさがらないタイプで、さっさかやるタイプなんですけど、なんか妊娠初期ってこう体力落ちるんですかね、体力も気力も減って、身支度とか入浴とかにねすごいめんどくさくなるようになっちゃいましたね。あ、おえってしてるなんちゅう顔を世の中に晒してるんだ。そして気合のパック、あ、手振ってますね。少しが起きてきた何声までだなやってるねって思っておはよう。おはよう。ここでつくし映ってる？うん、映ってない？うん、リーシオリに隠れて映っちゃったさあ洗顔で力尽きて、そう、このソファーの端っこに私ずっといるんですよ、一日中。この角がね落ち着くんですよね。さあそうこうしている間に気持ち悪くなってきましたね。さあトイレに走りました。しばらくお待ちください。はい、ボミットタイムでございます。さあそしてこちら、これおすすめなんですよ。はい、クリニカの、あの口ゆすぐやつなんですけど、先ほども言ったようにちょこちょこ食べたり吐いたりするせいで、いつ歯を磨いたらいいかわからないと私が嘆いていたらですね、つくしさんがこういうのでうがいをしたら少しはすっきりするんじゃないだろうかと言って、薬局で買ってきてくれたんですけど、これ非常にいいですね。これ吐いてる期間中はめちゃくちゃ重宝してました。そしてまたみかんを剥き始めてますね。ずっと月あらばみかん、小腹が減ったらみかん、仕事にもみかん持って行ってますね。この時これから母子手帳をもらいに行くぞ、はい、はい、ということでこの日はつくしと母子手帳をゲットしました。このみかん、そして帰ってきてまたみかん、ちゃんとレビューしといた方がいいよ。甘くて美味しいんだけどさ、うん、食べるまでに時間がかかる。なるほど。はい、みかんに文句言ってますね。
でもこのどこだっけ、これ熊本県かどこかのふるさと納税で買ったみかんだったんですけど、剥きにくいけどめっちゃ美味しい句はありましたね。はいはい、もう兵庫は。そしてお仕事タイムです。あ、お疲れ様です。お願いします。仕事してるとね、なんかスイッチが入るのか、ちょっとこう一瞬調子がマシになりますね。そしてつくしが作ってくれたハヤシライスを食べてますね。こうやって見るとずっと食べてるな。なんかつわり中全然痩せないな、割と吐いたりするのにって思ってたけど、食べてるもんなってこれ見て改めて思いました。そして一個会議を終えただけでなんか疲れてしまってベッドに横になってますね。本当になんかね、体力が落ちたなと思うわ。ちょっとしたことですぐ疲れちゃうんですよね。そしてポップインアラジンをつけて、こんなに日が暮れるまでYouTube やら Netflix やらずっと見てましたね。あ、これ枕元にね飴玉を置いてるんですよ。なんかちょっと気持ち悪い時、ちょっと小腹が減っておえっとなった時にこの飴玉を口に入れると調子が良いことが多くてですね、加えて、そしてやるぞと意気込みながらシャワーに入りました。本当にこの時期の入浴シャワー浴に関してはマジで気合が必要で、なんかお風呂めんどくさいとか思うこと全然ない人間なはずなんですけど、もうこの時期は億劫で億劫で仕方なくて、2日に一遍とかになっちゃうこともザラにある感じでしたね。でお風呂にね椅子がないと入れなくなりました。もともとなかったんだけど、妊娠初期になってからね浴室に椅子を買いましたね。疲れちゃうから。そしてお風呂を出てパック外して化粧水とかを塗ろうとしてますね。もう本当に肌荒れがひどくて、なんかピル飲んでたからずっと肌荒れと縁がなくいられたんだなっていうことを最近痛感してますね。妊娠ピルやめて妊活して妊娠してからも肌の状態が最悪でございます。でいろいろ終わったらまたなんか食べたくなって冷蔵庫に来ましたね。はい、こちらシャインマスカット、これもなんかどこかの自治体のふるさと納税でゲットしましたね。はい、洗えたよっつって、はい、落ちそうになった。はい、そしてまた食べてます。私知覚過敏でね、この冷やしておいたぶどうが歯に染みて染みてびっくりしてますね。でも美味しかったです。ちゃんちゃらちゃん。そして食べ終わってまったりタイムそういう動画だっけ友達がくれたよ。いただきシャインマスカットうまい、うまっ。おめでとうだって。わーい。そしてこれがアルバムだ。エコー写真をしまうアルバムを買ったよってこと。めっちゃちょうどいいよサイズ。もうそれ用なのかな。例えばいや L 版の写真用。 L 版か。わ、本当だ。そういうやつみたいな。それ用って感じ。すごい、ありがたいね。さあまったりしてたらまた気持ち悪いモードがやってきましたね。でもあ、うんうん、うん、どうだ、うん、そしてトイレに駆け込んでまいりました。再度
ボミットタイムでございます。しばらくお待ちください。はい、ほんとこんな短くないですけどね、聞かせるもんじゃないんでカットしてます。そしてさっきも紹介したクリニカでうがいをしてますね。私割とこうスースーする系のもの苦手なんですけど、このなんか低刺激タイプみたいなやつが非常に良くて、これだったら使えましたね。モスバーガーを食べます。そして今度はモスバーガーを食べようとしています。食べたいもの食べた方がいいよ。ポテト、いいね、芋がね美味しくて。そして健康的なもの食べれないのにね、ハンバーガーとか食べれるんですよね。なんでだろう。いいことだ。うまい。じゃらん。モスバーガー。ロースカツバーガー。うん。モスバーガーで何が好き？あんま食べたことないからわかんないんですが、うん。ロースカツバーガー大好き。そうなんだ。すごいさ、うん、しっかりしてんの、カツが。しっかりしてんの。しっかりしてんの。ほら、分厚くない？うわ、ほんとだ。ここからずっとね、ロースカツバーガー談義を永遠してましたね、このシーンは。モスバーガーのこのカツバーガー好きなんだよな、うん、いいんですか、うん、こんな貴重なものを、うん、ありがとうございます。おいしいから食べてみてほしい。うまっ。おいしいよね。もうちょっと食べてもいいよ。ロースカツバーガーうまっ。おいしいよね。うん、ありがとう。うん、うん、うまっ。うまっ。さあ、寝る前にもりもり食べたところでちゃんと歯を磨きます。なんか一回吐くとまたお腹空いて食べれる気がしていっぱい食べちゃうんだよな。こんな感じで歯を磨いたらゆっくり寝ていきたいと思います。そんな感じで妊娠8週のつわりルーティーンでございました。皆様おやすみなさい。バイバーイ。Choice.